皆さんこんにちは、ジーニアスロットの進藤です。デベロップメントストーリーの桜マスター編パート2、前回は試作から、試塗、そしてこれから池田さんのもとへ秋田に送っていろいろとテストをしていただくというような内容でした。で、早速に答えが返ってきました。答えはですね、見事合格しました。もう池田さんが本当にね、絶賛していただきまして、ちょっと自分でもね、びっくりしてるんですけど、今まで、関わってきたジーニアスロットのスペイロットの中で一番自分好みで、なんかいいと。それともう一つは、自分が今持っている他社さんの竿なんですが、お気に入りの竿よりも性能ははるかに上回りましたと。これからジーニアスロットの看板商品になるんじゃないですかというようなお褒めの言葉をいただきました。もう本当にね、びっくりでした。で、一回返却していただきましてですね、実際の釣りに使えるような状態にまで、前回はね、ちょっとガイドも仮組だったもんですから、実際の釣りに使えるような仕上げをして、でこれからまた池田さんに送り返して、今度はですね、試塗だけではなくて実際に魚を釣っていただいて、この竿の性能をもう一段階掘り下げて、検証していただこうと思ってます。アクションはとりあえずこれで決定いたしました。あと、コスメとかですね、価格等に関しましては決まり次第また皆さんにご報告します。秋田に送る前にですね、前回ですね、実は私の試塗の時にラインがうまく映ってなかったので、ある、方から、もう少しラインの軌道を見たいよという、問い合わせというか、コメントが入りましてですね、僭越ながら、この秋田にこう送る前にですね、もう一度カメラアングルをしっかりと整えて、これから試塗をしたいと思います。で、ラインの軌道を見ていただいて、こんな私でも、この竿を使えば、こんなループが出るんだよっていうところを確認していただければなとは思いますので、早速に、振ってみたいと思います。前回ではね、ちょっと残念なことに、カメラワークが悪くてですね、ラインがちゃんと映らなかったんですよね。今回はしっかりとラインを映して皆さんにご覧いただこうと思いますが、ですね、所詮僕のキャスティングなのであまり期待しないで、ご覧いただければと思います。これはもう前回と同じバリスティックの、フルベリーラインです。このラインがですね、僕はこの竿には非常にこうマッチしているように思うんですよね。で、ループの飛び方も非常にいい感じで、飛びますし、飛距離も十分出ますので、前回の動画ではね、ひょっとしたらもう一番手を重い方がいいのかなっていう表現をしましたけども、これで十分ですね。すごくいい感じで飛びますね。で、この打ち返しなんですが、打ち返しもね、こうやってちょっとロッドティップを前へこっと向けるだけですごく綺麗に打ち返しされるんですよね。これも一つやっぱり僕が竿を作る上で非常に大事にしているところです。この打ち返しが良くないロッドというのはやっぱり僕の経験上飛ばしても良くないんですよね。ちょっと失敗しちゃった。あとはですね、前回と何が違うかというと、ガイドの位置を若干変えました。ちょっと前回のね、動画で気になった点がありましたもんですから、その部分を少し改善しました。で、それ他はガイドの大きさ、
それから、数、ガイドの数ですねは変えてません。とりあえず、あ、ちょっと今向かい風ですね、結構きつい強い向かい風ですこういう向かい風じゃない、ああ風がこういう向かい風でもですね、こうやって打ち返しですよね、きれいにターン、こういう打ち返しきれいにターンするじゃないですか。これすごく重要なんですよね。こうやってきれいにターンするじゃないですか。すごく重要で、池田さんが指導した時にはですね、まあ、池田さんの持参、使ってられるラインではものすごくよく飛んだと、まあ、僕はね、ご覧のようにそんなにキャスティング上手な方じゃないんで、飛距離もそれなりにしか飛びませんけども、上手な人が振るとやっぱり前回も感じた通りすごくよく飛ぶ竿に仕上がったみたいです。まあ踏んじゃった。本当にね、力を入れずにキャストしても飛ぶんですよ。こうやって力んでギャーッとキャストするよりは、あ、ごめんなさい、持ち上げてスイープしてスッと力を抜いてやるだけで結構いいループで飛びますので、まあ大満足のアクションに仕上がったのではないでしょうかと思います。まああまりね、私のようなヘボキャストを何回も見ていただいてもしょうがないので、この辺でおしまいにしたいと思います。ちょっとラスト、後ろでカン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 、また電車が来るサイレンカ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 ン鳴ってるんで、ガラガラ電車が来ないうちにちょっと最後一本いいのを決めて終わりたいと思います。はい、決まりました。はい、このラインはアトランティックサーモンです。それの78、30グラムですね。古いタイプ、11メーター少しのやつですね。これもやはりラインがよくできているので、打ち返しですね、打ち返しもすごくいい感じです。まあこのラインはなんていうのかな、このうちの竿がいいとか悪いとか以前に、まあこのラインはですね、本当にどんな竿で投げてもそれなりにすごくいいんですよね。だから僕そのヘッド、スカンジナミア系のヘッドを使うときはもう本当にこのアトランティックサーモンなしではね、ちょっと語れないぐらい、ものすごくいいループ出るんですよね。全然力入れなくてもうぶっ飛んでいくんですよね。まあ、もうねこのラインはどんな竿でも先ほども言いましたようにいいループが出るので、わざわざこう僕が振ってお見せするような話ではでなくてもいいんですけど、まあ、うちの竿でもですね、ご覧のように、まあ、当然のことながらいいループが出ますよということで、ご理解いただければと思います。残念ながらね、これのショートを僕持ってないんで、あ、失敗しちゃった。失敗してもね、この溜めてるライン全部出るんですよね。残念ながら短いショートというのを持ってないんですが、おそらく短いだけで性能はほとんど変わらないんだろうなと思います。
ただ短くなると当然その分同じ重量であればライン太くなるんでね、その辺がどうなのかなっていうのはあるんですけど、はい、まあご覧のような結果でした。はい、まあこの動画はね以上なんですが、まあ、ラインの軌道もですね、前回、まあ、全く映ってなかった前回に比べてかなりいい感じで撮れたんではないだろうかとは思います。で、この桜マスターなんですけども、まあちょっと補足しますとですね、桜マスターというブランドが、これはいわゆる池田光悦氏御用達ブランドというふうに解釈していただければいいと思います。で、まあ池田さんがですね、この竿はすごくいいよと、まあ、自分が使いたい、つまりまあ自分、池田さん自身がですね、使いたいというような竿ですね、それをいわゆる桜マスターという、そういう形、まあ称号ですね、にしています。なので一応は出来上がったものを、まあ、池田さん秋田に送ってみていただいて、まあ、これでいいか悪いかという判断 をしていただいて、その上で発売ということになります。で、桜マスターというブランドの、まあまあ、ブランドというか名前のついてないモデルに関しましては、僕自身が開発、企画から開発をしてリリースしているものですね、まあ、そういった、まあ、ブランド分けをしているというふうに考えていただければいいかと思います。はい、ごめんなさい。ラインなんですが、フルラインはやはり前回と同じくバリスティック、ランチャーの67かなでした。で、シューティングヘッド、スカジラミア系はアトランティックサーモンの78、ですね。説明、キャスティング中にも説明してますように、旧タイプです。ちょっと正確にそのラインの長さっていうのはちょっと覚えてないんですけど、11メーターそこそこだったと思います。で、このバリスティックのランチャーもですね、ベリーが44フィートしかないんですよね。12点そこそこですよね。ですから、まあ長めのスカンジナビアンヘッドにランニングラインが、普通のフライラインコーティングされているランニングラインが、まあ、一体化したようなラインです。で、もっと長いラインも55フィートぐらいのライン、ベリーだったら 13.5 フィートの竿であればもう全然問題なく使っていただけるとは思いますので、で、まあ、シューティングヘッドタイプのラインはもちろんなんですけど、やはりこのせっかくね、このアクション、素晴らしいアクションが出ましたんで、できればフルラインでですね、しっかりとこう練習の成果を見せながら釣っていていただければ嬉しいななんて思う次第であります。はい、じゃあこの竿をまた、秋田に送って、もう一度その魚、実際にね魚を釣っていただいて、で、異常がなければ、もうこのアクション決定で、で晴れて発売ということになっていくと思いますので、皆さんぜひ期待してお待ちいただければと思います。